レジスに合図を送って呼ばなくても。急ぎの用事でもあるの？そう、とても急ぐの。お願いだからそこをどいて。町は大混乱だ。分かっているのか？当たり前でしょ。困ったものだわ。町中が血の海で困ったものだ。そんなのんきな話ではないだろう。それは、まあ、私もいい年だもの。そう簡単に驚かないわ。もっと大事でもないと慌てないわよ。そうだな。吸血鬼は道場が得意ではないようだ。よくわかったわね。簡単だ。隠そうともしていないからな。隠す必要が？ウィッチャーの前ではな。敵だから？それはそちら次第だ。見えざる者に合わせてほしい。デトラフを止めるよう説得したいんだ。協力してくれると聞いた。あらあら、レジスったらお仕置きが必要ね。最近の彼は遠慮がなさすぎるわ。それにあなたもね。自殺したいならもっといい方法があるわ。橋から飛び降りるのがおすすめよ。話がしたいだけだ。お話ですって？素敵ね。口を開ける前に首を取られて細切れにされるでしょうね。その心配はこっちでする。仲介を頼めるか？そうね。私だって町に平和が戻ってほしいけど、そんな大事な秘密をウィッチャーなんかに。こうしない？私についてきて。問題が起きてるの。それが片付いたら話すわ。もし目の前にいるのが人間なら、こうしている間にも人が死んでいると言って説得する。だがお前にそれが効くとは思えない。そうね、ちっとも。どこへ行くんだ？すぐ着くわ。ボークレールの外れでちょっとした保護施設を運営してるの。まあ孤児院よ。鳥たちが話してるのを聞いたの。そのあたりで大変なことが起きたって。この状況では聞き流すわけにいかないでしょ。分かってくれるわよね？うん、確かにな。急ごう。施設の運営には少なくない費用がかかるだろう。仕方ないでしょ。子供には弱いのよ。というと？つまり。待って、この匂いは血だ。あるの？あるの？何があったの？あるのはどこ？話して。怪物に見つかっちゃうよ。落ち着け、いい子だ。もう大丈夫だ。
怖かった。すごく怖くて。何がだ、話してくれ、ゆっくりでいい。鐘が鳴って目が覚めたんだ。そしたら叫び声がして、布団を頭までかぶった、聞こえないように。でも大きな声が。それから屋根を叩く音がした。パンパンってどんどん大きく。それでアルノ王子さんが来て、静かに動かないで、そうすれば大丈夫って。あのクズ、子供を見捨てて自分だけ逃げたのね。アルノーというのは、夫婦で孤児院の運営をしている世話役よ。十分な報酬を払っていたのに。二人ともいないわ、匂いもしない。逃げたんだわ、子供を置き去りにして怪物の餌にしてね。アルノー王子さんが静かにって、そしたら怪物は来ないって。でも来たんだ、怪物が来た。それから、バーツもニーブもモーラもみんな逃げ出した。妹のアンナと僕はここに、部屋の中に隠れたの。でもアンナが泣き出した。それで口を押さえたんだ、しって言いながら。静かになるまでずっと押さえてたんだ。つまりアンナは。やめておけ、もう十分だな。そうね、怪物が子供たちを殺した。私はこの子と一緒にいる、また一人にはできないわ。あなたは犯人を探し出して、そいつの首を持ってきたら彼に会わせる。その子は傷を負っている、手当てしないと。大丈夫、私に任せて。本当か？俺は何人もの傷を見てきた、ものの数分で。言って。分かった、手がかりを探そう。よろしい、さあ早く行きなさい。さあいい子ね、歌を歌ってあげる。狼眠る森の中、こもり揺れる風の中、眠れぬ魂一人だけ、四季や雪に身を震わせる。壁に叩きつけられたが、頭蓋骨が砕けている。即死だな。怪物は子供を殺したが食べてはいない。何かに怯えたのか、他に狙いがあったのか。遺壁が3箇所破られたが、臓器と動脈の損傷が激しい。頭と肩、首に傷を負っている。上空から怪物に襲われたのか、屋根から飛びかかってきたんだろう。獣の足跡、二足歩行だな。背中を丸めた姿勢だ。血の匂いか、調べてみなければ。粘液がついて、毒か。候補が少し絞られたな。毒の線と長い爪を持ち、血を吸う。ガルカインだな。群れを率いる親玉だろう。ガルカインは遊びで獲物を殺す。子供たちに食欲を刺激され、さらに世話役の夫婦を追ったんだろう。ガルカインの足跡とか、
荷車のマダチが出会ってる。追いつかれたか、ロージ。道を外れたか、馬が怯えたんだろう。ガルカインが追いついた。痕跡が途切れたな。辺りを調べてみよう。ひどい傷だ。少なくともあまり苦しまずに済んだだろう。咲いて血をしゃぶり尽くしたようだ。最後の一滴まで。ガルカインは満腹になるまで食い散らかし、近くで休んだはずだ。裏からその首をぶら下げてやるぞ。もっとゆっくりでいいぞ。オリアンナ、その子を離せ。今すぐに。もっと時間がかかると思ったわ。かかる。まだ終わっていないからな。残っている問題がある。お前だ。この孤児院はお前の食料庫だな。血液のワインセラーだ。私がいつ慈愛の心で孤児を育ててるなんて言った？よく思い出してごらんなさい。外へ出ろ。そして扉に鍵をかけるんだ。やめて、ひどいことしないで。オリアンナさんは僕らを助けてくれたんだ。お家に集めてお菓子をくれて歌ってくれた。いい人だよ。聞いた？ウィッチャー、世界は白と黒で割り切れない。全てはその中間にあるの。私は確かに子供たちの血を吸った。でも絶対に殺さなかったし、十分な見返りも与えていたわ。それを褒めたたえろと。立派に孤児の世話をしていたと言いたいのか。子供の扱いが気になるのね。面白いわ。
ウィッチャーの子供たちはどう？試練で生き残る子はどれぐらいいる？話をそらすな。言い逃れはさせないぞ。そらしてるのはあなたでしょ？言われた仕事を終えたぞ。子供たちはガルカインに殺された。デトラフが召喚した怪物の一匹だ。町を襲うはずが子供の匂いを嗅ぎつけてこっちに来たんだろう。そうね、子供の匂いは遠くまで届くわ。よだれが出そうになる匂いよ。見えざる者はどこだ。いえ、彼の住処は町の西の湖の対岸にある洞窟よ。この石があれば隠された扉が開くわ。案内はしてくれないのか。彼を訪ねるのはどうしても必要な時だけ。理由は彼に会えばわかるわ。いつかもう一度お前を訪ねる。理由はわかるな。ならあなたから目を離さないようにしなきゃね。レジスを呼ばなければ鳥に伝言を頼めと言っていたが。その俺は宮殿のそばの桟橋にいる。そこでレジスを待つ。彼にそう伝えてくれるか。